You're listening to Shibuya Cross FM. さあ、本日も始まりましたスポーツグラデーション。この番組は元サッカー日本代表奈良氏明さんとともに多彩なトークで色付けしていくバラエティ番組です。奈良さん、よろしくお願いします。お願いします。まあ、体育の日ということで3連休ですよね。最終日、うん、寒い。今日だけめっちゃ寒いですよね。寒いです、ね、なんか朝起きて、はい、びっくりしましたね。びっくりしました、ね、で雨降ってね、はい、余計なんか体感温度は下がりましたね、はい、ぐっと冷えた、はい、でもまあ、ね、スポーツの秋とはよく言ったもので昨日、はい、サッカーが、はい、あれすごいちょっと賛否両論あったじゃないですか。こっちはアンダー22で、はい、韓国はアジア大会、アジア大会の方ですよ、はい、昨日も昨日じゃん。一昨日でしょあれ。昨日はラグビーでしょ。昨日サッカーあったじゃないですか。あれ昨日じゃないでしょ。一昨日でしょ。昨日僕ラグビー、一昨日の21時、はい、すいません、一昨日の21時、はい、僕は生で見てますから。あ、そうですね、アジア大会ね、はいはい、決勝ね、そうそう、韓国ね、韓国2-1ね、逆転負けでしょ、はい、見てますよ。あれどうなんすか。なんかちょっとこう福田さんがちょっと言ったじゃないですか、日の丸を背負った場合はちょっともうちょっと頑張ってほしい的なね、頑張ってほしいというか、はい、プライド持って戦ってほしいと、はい、でも球際が相当こうちょっと弱かったなって僕も見てて思ったんですけど、はい、で昨日がラグビー ね、あれはちょっと頑張ってくれたなっていう感じ。アルゼンチンね、ちょっとこう比べるのもおかしいんですけど、まあ、違うスポーツなんで、なちょっとね、ただ気持ちが入ってたのはやっぱこうラグビーの方がなんかこう気持ち入って戦ってたなと思うけどね、どうですか。まあ、難しいんじゃないですか、こうなんですか、立ち位置っていうか、うんうんうん、韓国はいろんなモチベーションがあったじゃないですか。そうなんですよね、だからあれ兵役免除でしょ、はい、それは一個大きいですよね。だからイガンイン選手とか、はい、ね、あの海外で活躍する選手が、うん、呼ばれて向こうで呼ばれたから、はい、そのモチベーションの差もこうあったと思いますよ、はい、だからあれだから代表のキャップ数とかにはつかないんで、はい、なるほどなるほど、はい、まあ、アジア大会って公式戦ですけど、はい、まあ、そういうところで、まあ、人それぞれじゃないですか、まあね、見方は。そっか、はい、だからこれが通過点なんで、はい、やっぱあの年代はパリオリンピックを目指すっていう、うんうんうん、そういうね、こう目的を持ったチームなんで、うん、まあ、まだまだだと思います。西川選手がイケメンということで、まあ、そこも ね、はい、話題になって、今更知ったかって思いますよね。そうですよね、はい、だから今どこにセレッソから どこにいるんでしたっけ。今はトスでしたね、はい、レンタルですか今完全移籍かな、ちょっと分からないですけど、ね、あんなイケメンがね、だから高校の時も東光学園で、はい、そこからセレッソに、はい、行く時もなんかバルサが注目してたとか。そうですよね、注目してたということで、ね、まあ、そんなことを言ってましたし、うん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 、まあね、人それぞれだと。バレーボールは盛り上がりましたね。バレーボールはあれは素晴らしかったですね、男女ともに、はい、決めましたから。バスケもね、はい、決めました。決まって、そういうところでもなんか日本のスポーツがちょっとね盛り上がってますから。盛り上がってますね。ぜひ皆さんね、来年のパリオリンピック楽しみにしてほしいと思います、はい、では本日のアシスタントです。はい、メンツ脱毛サロンオーシャンズ麻布十番店の千葉貴子です。よし、はい、終わり。違います。え、どうぞ、まだあるの。いや、うちはあの、はい、オーダーメイド脱毛で言って、はい、その人に合わせた、はい、あのプランを提案していますので、うん、まずは無料体験からお越しいただけたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。お願いします。ここに、ね、オーシャンズとかまずは無料体験、僕まず行きますわって言ったらめちゃめちゃお金取ろうとしてる。全然無料じゃない。三好さんは別科学です。あ、そうですか、はい、なんかそういえばさ、まあ、今回読んだ理由が一つあって、はい、2ヶ月前に来てたじゃないですか。あ、来ました。で、はい、アリエル見に行きますっていうね、うん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 、で、アリエルなんか行ったらうまくいくかいって言ったら、あのスタッフさんがね、うん、アリエルは面白いですよみたいなね、殴られたんですよ終わってから。殴られてません。殴られてません。殴られてません。で、いや、もうその時すごいキラキラしてたんですよ、うんうん、女としてのこう雰囲気が出てて、はい、今日なんかもうお葬式みたいな服を着てますけど、はい、シックでいいじゃない。そうですか、ね、はいはい、はい、ちょこっとだけどうなったか教えてもらっていいですか。年下だったじゃないですか。はい、結局、はい、行けなくてカフェです。え、ちょっと待って、もういろいろわからん。ちょっと待って、ちょっと待って、あんなもん行かないなんてことあんの。ね、なんか時間が結局その行きたい時間と自分たちの時間が合わなくて、はい、なしになって。ちょ、他の映画見たらいいんちゃう、そんな。いや、アリエルが見たかったんです。
だからもう後日ディズニープラスで見ました私は。あ、それ一緒に見たの家で。いや別です。何やねんそれ。後日一人で。はい、え、自宅で。一人で自宅で。悲しい結末です。じゃあ、じゃあ、ほんでカフェでは何喋ったのさ。お葬式です。カフェでは、なんか今後の私たちの関係性をどうしていくかみたいな。いやもう全然あかんやん、そんなもん。そんな話してるようじゃあかんわ。どうやったの。そうしたんですけど、うん、まあ結局、うん、ちょっとお別れみたいな感じになりました。お別れって付き合ってないやん。付き合ってないけど、お別れみたいな感じになりましたね。何もないかったのじゃん。はい、特に手もつないでないの。うん、進展はなしです。はい、帰っていただいていいですか。なんでですか。そのために読んだのにさ。何も終わっちゃったんだ。うん、ねえ、そうなんですよ。そうそう、なんかすごい盛り上がって、ね、そうそう、あの時はすごいキラキラしてて、ね、うわ、なんか目がね、ハートやったんですよ。あ、すごい。確かに夢中になってた時かもしれない、うん、ねえ、うん、一番こう、アリエルなんですっつってアリエルなんか行くかっつったら、スタッフさんがね、アリエルは楽しいですよみたいなね、言うてたんですけどね。ハート、ほら、こうやってハートですけど、あのハート多分俺のこと好きなんですよ、うん、あ、違いますよ。違います。違います。違います。よくしときます。そうですか、わかりました。残念な結果ということで、はい、そうですね、まあ、仕方ないですね。一人で見ました。あ、そうですか。ということで本日のスペシャルゲストはマジシャンの鬼太郎さんです。お願いします。よろしくお願いします。1年ぶりちょっとですから。そうです、ね、1年ちょっと、ね、1年ちょっと、はい、去年の7月 でまだね、はい、アクリルがあった時ですね。そうですね、はい、どうですか、こうコロナが収まってきたんで、そろそろマジックも人前でできるようになってきたんですか。なってきました ね。やっとなってきて、はい、あのいろんなマジシャンとか活動がやっとできて、ほうほうほう、やっと本当そうです ね。みんななんかそんな話も聞くし、うん、ある程度こう休んでた現場っていうのも、はい、うん、ずっと復活してきてますね。じゃあいろんなとこ行き出しました。バーとかそういう ね、はい、飲み屋さんとかでちょっと披露することが、ね、マジックはやっぱこう直接見んと、そうなんですよ、ね、そうなんですよ、ね、やっぱこう伝わらないですよね。映像だとね、何でもできちゃうと思われちゃうんで、はい、やっぱ目の前が一番いいです ね、クロスアップ。はい、最近どこら辺でやってるんですか。僕、あけぼの橋の明けぼの橋、新宿の方で、新宿の、もう新宿から近いんですけど、明けぼの橋、そこそこ有名ですよね。そこそこ有名ですよね。明けぼの橋、明けぼの橋、明けぼの橋、聞いたことあります。行ったことないの。でもないです。本当新宿がすぐそこです。新宿のそこ、すみません、もう何も分かってない。若さんなんで、ごめんなさい。そこにあのマジックバーがあるんですけど、はいはい、やっぱちょっとコロナの時は、はい、やっぱお客さんも来ないんで、多分閉めたりも多かったんですけど、うん、そこも結構マジシャンが十何人いるんですけど、うん、そこで、週一でまずそこには入ってます、ね。何曜日に行ってるんですか。僕ちょっとね、バラバラなんですけど、何か見れば今日は鬼太郎さんですってみたいなのって分かるんですか。分かります、あの看板に、看板ちょっと待って、それ行かなあかんの、そこまで。ホームページとかに今日は鬼太郎さん来ますってみたいな。ただマジックシャンは1人じゃなくて基本3人体制なんですよ。はいはいはい、だからマジックは絶対やってるけど、完全にやってますね。へー、すごいお得、お得というかね、はい、3人の方がずっとやってますからね、マジックいや、そこに、そこに行くまで誰だか分からないってことで、うん、そうやね。今日は誰か分からへんの。そうです。じゃあ鬼太郎さんのファンの人はもういつ行ってもあれなの。いや、もうそれは聞いてもらうしかない。あ、直接聞いてもらうしかない。今日行きまったみたいな。なるほどなるほど、ということでぜひ皆さん鬼太郎さんのマジック見たい時はそこに行けばいいということで、はい、チェックしてみてください。それではオープニング曲どうぞ。グランドスタンドでプリティガール。舞い降りてきたのは天使か小悪魔か、微笑みの奥何が起きてるの。 Pretty girl 君だけを見つめて、 Pretty girl 二人だけの時を、いつか君に似合うような男になるからさ。
と僕との絶妙な距離感。恋はするものじゃなくて落ちるものだと知ってる。さあここからは今月のピックアップスポーツです。まずは先ほど言ったサッカーはまあ残念ながら一対二ということで、奈良さんどうでした？今回のアジア大会何かこう印象に残ってるスポーツありました？今回、はい、サッカーでしょ。やっぱサッカーありました、はい、決勝まで行ったという、はい、僕は女子はだって連覇でしょ。あそうや、北朝鮮勝って女子連覇ですから。今の男子の北朝鮮のねちょっと暴力行為があったじゃん、こう水割って殴ったり、はいはい、殴るふりしたりとか、はい、最後審判こう追っかけてとかね、はい、あれはどうですか？あれはなんか福田さんもなんかワイドショーかなんか言ってたんですけど、はい、やっぱ昔の、はい、はいはい選手って、まあ、僕も昔の部類なんで、うんうん、あれが普通なんですよ。へだ、まあ、北朝鮮、韓国もあ昔は対日っていう、はい、そういう状況でやってたんで、だよりやっぱりこう日本にはアグレッシブにしてました。でも今の、ね、若い人たちはそういうのがないじゃないですか。ないですよね。だそういうところで少しこうなんかびっくりっていうか、はい、でもやりすぎでしょ、まあ、っていうことですね。北朝鮮ちょっとね、あれはねいくらなんでも僕はなんか見ててこうスカッとしましたよ。あ、そうですか。勝ってくれた、勝ってくれたからね。まあ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 そうですよね。え、奈良さんも北朝鮮と会ったことあるんですか？北朝鮮はね、韓国とは韓国ありますよね。あの世代別でこうやったこと経験ありますけど、やっぱり向こうはもうなんかやっぱり全然違います。気迫が全然違います。もう怪我さしたれぐらいの勢いで、まあ、まあ怪我っていうよりかはやっぱり負けたくないっていうか、うん、気持ちが、はい、球際とか、はい、そういうところはこうビシビシ感じましたよ。どうですか他にこう、メダルがね実は52個金が、で全メダルが188個という素晴らしい結果となりましたけど、ね、本当にねアジア大会で、はい、まあ、メダルも取ってくれましたし、うん、本当に日本のスポーツがねすごくこう盛り上がってる中なんで、でほら、今週、はい、日本の A 代表もねそうです発表になって、はい、カナダかな、はい、当たりますね、やりますので2試合のカナダとカナダとチュニジア、はい、だカナダは、ね、もうあの開催国で、はい、もう出場決まってます。そうですね、チュニジアは前に負けてるんで、うん、やっぱそのリベンジっていうところも果たしてほしいですし、チュニジアはワールドカップで 1-0 で負けたところですよね。あれ違う、チュニジアどこでしたっけ。なんか、親善試合で負けましたよね。あ、親善試合で負けたんでしたっけ、はい、そっかそっかそっか、なるほど。まあまあまあ、そういった意味でもリベンジを果たしてほしいですし、はい、でほらさっき言ってたそのパリ世代もまた、うん、あのアメリカ遠征で、はい、まあ、あるんで、はい、あとは11月に U17 ワールドカップもありますから、うん、まあ、そういった意味でもなんかサッカー界ねもっと盛り上がってほしいなと思いますし、うん、まあ、天皇杯もね決勝決まりましたね。フロンターレと柏ですからね、はい、だからそういった意味でも、まあ、終盤戦リーグもね、うん、終盤なってきてるんでまたもっと盛り上がってほしいなと思う。 J は最後どうですか、どこが行きそうですか。ちょっと明暗くっきりねしてき出してますけど、そうですね、まあ、神戸がこのままね、はい、突っ走っていくのかなっていう気もしますし、2位が今どこですか。2位が僕すみません、あんまり J1、僕 J2 ばっかり見てるんで。 J2 ばっかり見てる人います、はい、あ、そうですか、はい、あ、そうです。 J2 ばっかり見てるんで、はい、J1 は少しハイライト気にしか見てないんで。 J2 は今首位は町田です。で町田で清水が来てるんで、はい、だからこれで犬決めたんですよね、まあ、はい、ダービーでね、はい、ダービーでプレーオフとかも、はい、そこはもう全然混沌としてるんで、うんうん、J2 も最後の最後まで。なるほど、わからないかな。あと1個だけ、関東リーグの入れ替え戦、あ、はいはいはい、市川、はい、と、はい、市川が試合勝つと今度渋谷と当たるんですよ。あ、そうなんですか。2回戦で渋谷と市川が当たるという。結局だから決勝で当たらない、山が一緒のとこ入っちゃったんで。そうなんですよね。だ河野さんもちょっと厳しいブロックに入ったかなとは言ってましたけど、僕はちょっとね、まあ、どちらも応援してますけど。どっちかってどっちもですよ。そうですね、どっちか、はい、どっちか、まあいいか。そこはブレーにしとこう、ブレーにしといてね、はい、どっちかしかも勝てないという形になりましたけど、
まあ楽しみですけどね。そうですよね。はい、来月ぜひ皆さんあの千葉で開催されますので、うん、応援していただきたいと思います。お願いします。思います。はい。さあ、そしてお待たせしました、北郎さん。来ました。まずはちょっとなんかどうします、はい、北郎さんおすすめのマジック1個見せてもらって、はい、その後千葉ちゃんにバトン渡して教えていただいて、はい、大丈夫、はい、今日緊張しますね。マジックなんてやったことないんで。それ誰でもやったことない。大丈夫、おじさんも先生にできましたからね。そう、前回見抜けなかった、こっちいたかは。そうですね。だからすごいんですよ。意外と器用ですよね、手先。器用っていうか、緊張しました。やっぱ緊張するんや。いやー、やっぱそうですよね。ちょっとでもね、うん、ちょっとずれちゃったら、はいはい、もう本当そこはもう終わっちゃうんで。ちょっと面白かったのが、やってることと言葉が全然噛み合ってないんですよ。それではみたいな。緊張、緊張がね、出てたから。でも、成功しましたもんね。そうか、良かったです。だからすごかったね。あんまりあのパッとこのわずかなね、1分ぐらいでバトン渡して、成功するってあんまないんじゃないですか、はい、あんまりないですね。ど素人がね。そう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 。だから手順間違えちゃったら、うん、全てがパンになっちゃうんで。そうですね。はいはい、緊張しますよ、本当ですか、うん、じゃあちょっとあと10分ちょっとあるんで、はい、ちょっと最新というか一番みんな、どのくらいやればいいですか。いや、でも10分ぐらいいけますよ。はい、わー、楽しみ。いや、お願いします、お願いします。はい、千葉ちゃんのためにもね、はい、そうですね、一人でアリエル行っちゃって、めっちゃ手元映って別にそんな大丈夫ですからね。あのめちゃめちゃあのカメラがもう、ちなみに、じゃあ、はい、ちなみによろしいですか、ここ初なので。はい、はい、そうですね。僕トランプを使ったマジックするので何でもいいです。1から13しか数字ないので、数字何が好きですか。 8で、マークが4種類あるの分かりますよね。分かります。意外と分かんない人いるんで。あ、そうなんや、はいはいはい、クラブクローバーみたいな人いるんで。あー、なるほどね。一応赤いカード使います、うんうん、はい。で、バラバラです。バラバラ、はい、はい、じゃあマーク何が好きですか。もう8ですよ。8が好きで、あとマーク好きな数字言ってください。やっぱりハートで。ハートで。やっぱりできる。いいんですよ。ではここに指でバッテンしてください。これイメージですよ。もちろんバッテンはついてないですよ。はい、ついてないです。バッテンとかついてないんですけど、はい、8のハート、はい。これ探して出しておきましょうか。あ、これダイヤ。ダイヤ、はい、ありました。あった。じゃあ手を出していただいて、ちょっとこれだけ好きな数字な、あのカードなんで置いておきます、はい。赤いカードです。これ実は。はい、初めて会ったんですけど、はい、僕言わしたんですよ。8とハートを。その証拠にイ、はい、イメージでバッテンしたじゃないですか、はい、このカードだけ裏めくってもらっていいですか。いや、もう怖いね。いいですか。マジで。いきますよ、はい、はい、どうぞ。せーの、お願い。なんで。一枚だけ。これもわからんわ、もう。わかんない。さっき、楽屋でもうなんとか言ってくれっていうのを吸い込んでおきましたからね。8のハートって言ってくれ、はい、でもハートなんて大体失敗してるから、ハートなんか選べへんやんつね。なんでですか。いや、なんで。おい、わかった、さっきね、これちょっとバッテンついちゃったからね。じゃあ使えないよね。 お入カードでいきますか。うわ、すごい。お入カード、お入カードってさ、そんなカード入れに来んの。これ持ってんの、どういうこと。これは、1個買ってんの、全く意味がなく、いや、まあ意味はないんだ。カードも入れてくる。でも前もなんそうそう、お入ありましたよね。ちょ、そうですね。まあ、これ、お入カード開けますよ。これ800円とか600円するんですよ。700いくらですかね。700いくらで、最初なんで広告カード2枚入ってます、はい、これどこに入る、こっちに入る、ね、はい、これゴミですね。これでジョーカーなんで、ジョーカーも2枚、はい、はい、マジックだと1枚使いません、はい、使います。これはゴミです、はい、でジョーカー1枚入ってて綺麗に揃ってる状態です。うわー、はい、おお、はい、じゃあよく混ぜ、待って、これカード混ぜたい方います。奈良さん混ぜてください。何ですか。あ、全然混ぜなくていいです。これ意外とさ、混ぜるのも難しいですね。意外とどんな顔で混ぜたんだ。しかもなんか いろんな視線、後ろを見てるしねみたいな。はいはい、そう、視線がね、今もうカメラが今さらに、さらに切ります、はい、じゃあさらに切って、これでも完全にね、はい、はい、これができへんね。これができやん、俺もこれ絶対できへんね。もう一回いきましょう、はい、ね、じゃあもう一回好きなカードいってもらいましょうかね。え、私いいですか。あ、それ、あ、1枚引いてもらいましょうか。あ、そうですね、はい、どれでもいいです。1枚引いてください。どれでもいいですよ。見せたらあかんねんね。そう、僕は下向いて。じゃあ下向いて。見ていいですか。僕ら3人見ていい。3人見ていい。皆さんで、はい、皆さんで、皆さんで、はい、はい、OK ですか。はい、大丈夫ですよ、はい、じゃあ裏向きのまま、これ裏向きのまま返してください。はい、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 見てないですか。はい、大丈夫です。はい、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 これよ、みたいな。はい、これよ、ね、はい、じゃあこれ真ん中入れちゃいましょう。入れますね、ど真ん中に。もうわかんないですよ。ちなみにカード何色でした。
いカードか黒いカードか、これで確率2分の1、赤で、はい、一瞬で探しますよ、うん、え、なになに、一瞬で探しますよ、はい、本気で、はい、え、指鳴らすと、はい、6ダイヤ、わからん、わかりません、わからんねん、これほんまにわからんですよ、もう1個な、6ダイヤ、今飛んできた6ダイヤ、はい、この6ダイヤを下の方に入れちゃいますよ、はい、一番下じゃないの、一番下じゃないの、ね、はい、これ本当に心が美しい人しか見えないんでよく見ててください、はい、位置的にはもうここってわかりますよね、その辺やったね、よく見ててください、はい、指鳴らすと、え、怖い怖い怖い、しました、これ先々月の声見た見た、見た、上がってきたやつ見た、はい、見た、あとね、上がってくんすよ、移動現象っていう、あの例えば、はい、選んでもらったカードがこうポケットに入っちゃったりとか、はいはい、ありますあります、はいはいはい、それってなんかね、隠し持ってこうスッと入れたりできるじゃないですか、はい、テクニックがあるから、はい、入る瞬間とか見せましょうか、え、どういう、え、どういうこと、え、第三者に入る瞬間、メシメシメシって、あの入るところって絶対マジシャン見せないんですよ、はい、まあ、それは入った後は見せるよね、こう入ってますって言ってね、はい、じゃあいきますよ、はい、ちょっと1枚選んでほしいんで、こう弾いてきますから、ストップと言って、あ、分かりました、そのカードを移動させます、はい、いきます、ストップ、よろしいですか、はい、じゃあこのカードを皆さんで見て覚えてください、はい、あ、うん、おー、あ、うん、そうだ、別にこれカード当てじゃないから僕も見ていいんだ、あ、そうですか、ね、はい、はい、じゃあ見ますよ、はい、あ、キング、はい、ハートキング、まずこの移動させますね、はい、いきますよ、何ちゅうって何をその移動、これ移動中です、移動中です、はい、ここに移動させましょうか、え、どういうこと、はい、意味が分かりません、移動しました意味が分かりません、どうしましたよ、じゃあ箱見して、え、じゃあ箱見して、なんかこう仕掛けがあるもん、何もない、何にもない、何もない、これなんかあんねんで、やっぱ何もないほら、音がちゃうもん、三好くん何にもないプラスチックの音ちゃうもん、何にもない、いや、完全にプラスチック、何これただの、まあ、ちょっと高級なケース入れですよね、はい、はい、でパンって出てきたよ、そっから、意味がわからない、どうやって、何でもいけますよ、え、もう一回やって、今のパン、奈良さん持てたら無理なの、それ無理やんね、いや、それは、ね、それ無理よね、もう1回はできないですよね、え、なんでえ、2回目はできへんの、じゃあちょっと違うのやりましょうか、いやいや、なんでちょっと待って2回目はできへんやろ、2回目はね、移動するからすごいもう注意がもうギューっといっちゃうから意外と難しいんですよ、あ、ここの箱ね、あ、もう分かってるから、分かってるから、ね、もう行く行く行くと思っていると、すごくね、やりにくい、え、なんでやろ行くって分かってたよね、さっきも、うん、そう、分かってるんだけども、ああやるって分かってないからってこと、行くよっていう前は行かないと思ってるじゃないですか、ここじゃないと思ってるから、はい、どっかっていう、あ、そうか、動いてるから、だってこうやって姿勢を育ててた、はい、こっちに持っていってたから、うん、その間にもうなんかあったいな、そうですね、そんな気がする、そうそうそう、じゃあちょっと、はい、移動には近いけど移動っぽいやつやりましょうか、はい、ね、はい、僕がやるのは珍しいやつです、あ、コインコインなんか珍しい、何もやらないよね、はい、これ本当に素直に答えてください、はい、よろしいですか、で、はい、ちょっと手を出してほしいんですけど、片方、はい、順と100円、はい、どっちが好きですか、100円、いや、癒やしいもんね、なんでですか、はい、ただこれ僕100円持ってますから動かないでくださいね、絶対に、はい、じゃあこれを絶対動かないでいただいて、はい、で、ペン触っていいですか、あ、じゃあ、ここも、ここも、あ、そうだった、ここもね、じゃあいきますよ、何秒がいいですか、1から 5秒の間で、じゃあ8、何?1 から5やろ、あ、そうだった、はい、4、4、じゃあ4秒でいきますよ、1、2、3、4、なんでと、入れ替わったっていう、ね、なんでだろう、なんでこのマジックあんまり僕やんないんですけどね、わかりやすいかなと思って、わかりづらいね全然わからないわ、全然わからなかった、全然わからない、これ全然でも普通の何一つわからない、これさ、こんなん彼女とか
ていうか女の人の前でやるとさモテるよりちょっと怖がられるから一個俺惹かれるような気がするんだけど。あとねよくね1000円を1万円にしてってよく、はい、言われるよね。言われるんですよ。まあそれはもう絶対にね、まあ、テクニックとかでもできるんですけど、はい、一応経費9000円くらいかかるじゃないですか。そうやね、毎回、うん、そうでなんかそれを結構言われるので飲み屋とかでやってると、うん、1万円を1000円にできますよって言うと誰も出さなくて9000円のギャラリーになるからね。なるほど。え、すごいわ。え、なんさ前回ってやつ覚えてないの？全然覚えてない。ねえ、やったらいいの？いや前回のやつ千葉ちゃんに やってもらう、うん、そっかそっか。あ、そうね、前回のやつやってもらったらいいかもしれない。あ、だって覚えてない。すごい初歩。でも覚えてない。全然覚えてない。全然覚えてないですけど、これ、はい、1回僕教えていいですか今。あ、いや今というか その教えるやつを演技しましょうか。あ、はい。ああ見たいっす。見たい見たい見たい。京都見たい京都見たい。こういうこれを教えますよ。あ、なるほどなるほど。どういうんだったら大丈夫かな。大丈夫。あ、なんか分かってきた。思い出した。なんか分かってきた。喜ぶ。やってもらいたい逆に。いやでも奈良さんあれ分からへんかった俺ら。なんか分かってきた。じゃあいきますよ。はい。ほんとシンプルで4枚しか使わないです、はい、で、4枚しか使わなくて、はい、よく混ぜます、はいはいはい、混ぜても別に全部エースなんで。そりゃそうだね。何か引いたらもうマークが何か当てるしかないから。はい、はい、じゃあどれでもいいです。引いてばいいですか。はい、そーっと引いてチラッと自分だけで見てください。チラッと、これ人に見せなくても大丈夫。自分だけ見て、うん、来ました。はい、で、マーク覚えた。はい、数値は別に大丈夫なんで、うんうん、よく切りますよ。結構しっかり見てますね。じゃあいきます。僕の質問にすべてイエスと答えてください。はい、いいですか。スペードですか。イエス。ハートですか。イエス。ダイヤですか。イエス。クローバーですか。イエス。めっちゃわかりやすい。ずっとカード見ないように、はい、僕の目をずっと言ってたんだけど、はい、一回笑ってんですよ、はい、そろそろ来るぞでずっと これ見てるから クローバーだよね。はい、やばいじゃん。いやでも違う、そんなことじゃないと思うね、これは。奈良さん、思い出した。なんとなく、でも分かんない、でも分かんない、なんとなく分かりましたけど、なんとなく分かりましたけど、超簡単なんですけど、はいはいはい、面白いっていうか、覚えやすいし、4枚しか使わないから、うん、全然素人でもいけるんですけど、ここを見て、はい、分かりましたね。思い出してきた。でも、そこの間が、はい、ちょっと分からないです。そっかそっか、だからやり方が今度、次回、後でやるのは、俺にやるしかないわ。三好さん、前回もこれ見てるんですよね。見てるけど、そんな分かって覚えてないもん。ネタはね、ネタ知らない。分かってないから。ああ、そうだから俺のネタを知らんのはこうなってくるともう俺しかいないから、俺にしてもらって、俺がね、奈良さんもある程度ちょっと分かってるから、覚えてるからね。すごい。え、これをできたんですね。これをできました。で、俺シンプルだから大丈夫、大丈夫、これはね。え、もう演出、最後の演出が全てを決める。はいはい。ああ、来たさそう。演出、本当に演出が全て。どうなの、こういうちょっとマジックとかできる男はちょっとこう魅力あるの、それともなんかちょっと俺騙されそうな気してくんねんけどな。え、なんかあの面白いなとは思います、単純に。まあ、ちょだからその友達としていたらええけどさ、はい、そのなんちょっと恋愛の対象にはどうなの。そんな一瞬ではならないですけど。でもなんかもそういうのでちょっと惹かれたりする。なんかそういうなんかドキッとさせるような演出ってよりあるんですか。あ、はありますよ。もちろんあのいろんな、うわ気持ち悪いっていうものもあれば、うん、ちょっとサプライズ的なやつもあるし、だからお客さんとかがね、はい、あの誕生日なんです、実は、そうなんだっていう時にパッとできるやつとか。あ、そういうのは嬉しいです。嬉しいよね、うん、だから例えばカップルがいたとして、実はもう彼女誕生日なんですよって言った時に、あ、そうなんだと思った時に、カードマジックやとお互いに別のカードにサインしてもらうんですよ。でそれをいろんなマジックやって、そのカードが完全にくっついてるんですよ、サインもとかね。そういう風にやると喜んで。違う、自分の彼女がいた時にさ、うん、なんかこうサプライズでマジックしたことあるの。
あんまなくないそんなさすがにね、ないよねないよね俺そう思うわあ、やっぱり人を喜ばせるけど、うん、自分のこととなるとねちょっとちゃうよね、またなんか違うかな。なるほど、じゃあちょっとここで1曲いって、はい、その間に奈良さんとちょっと席変わって、はい、で、ちょっと今回は長めでいいです、曲。はい、ではお願いします。はい、シホレインボーで Hey You。 じゃあちょっと席三好のこの商品にアシスト。さあということで今回ご紹介する商品は、はい、ポッキーです。どうぞ。ポッキー、僕ねカカオちょっと多めが苦手なんですけど。カカオ 60% ね。あんま好きじゃないでしょ。なんで決めつける。好きなんですか、カカオ多め。カカオだって濃いってこと。うん、カカオ嫌いでしょ。大好き。ゆっくずそう。ほら三好さんだけです。カカオ多め好き。よく 70% のやつとか売ってますよね。あれ美味しい。濃いめのってことで、うん、美味しいです。あ、そうですか。ちょっとじゃあ紹介してもらっていいですか。本日ご紹介するのはグリコさんの本格カカオの
ビターチョコレートです。カカオ 60% のビターチョコレートを全粒入りのココアプレッツェルと合わせて、華やかな香りのエクアドル産カカオを使った控えめな甘さと、一袋でカカオポリフェノール 403mg、 植物繊維入りが嬉しい本格カカオポッキーです。サクサクのポッキーを食べちゃうと、通常品とは、通常品知ってます？通常品のポッキー、僕もちょっとね、あの、はい、すみません、全然違う風味にびっくり。ビターな味わいと同時に、千葉ちゃんがマジしっかりできる、少しワインにも通じるような香りが口いっぱいに広がります。一番いいパターン。甘さはごく控えめ、カカオそのものをじっくり堪能できる味わいです。小腹のお供はもちろん、ワインやウイスキーなどお酒のおつまみにもぴったりでございます。はい、はい、ありがとうございます。以上です。どうですか、食べていいですか。全然いいですよ。いただきます。あの、何このなんか粗末なね、手ベトベトだったわ。うん、あ、おいしい。これ何パー？ 60% やったっけ。これ 60% の割に、うん、そこまで濃くない、美味しいかも、うん、ねえ、ほどこのポッキーの 何の部分、クッキーの部分、うんうん、が意外と、うんうん、はい、美味しいかも、うん、なんか俺チョコだけで70とか60いくとは苦って思うんですけど、わかるわかる、通常より濃い濃い濃い、はい、濃いよね、美味しいです。だからこれワイン、ウイスキーのお酒のお供にもぴったりよ。俺美味しいです、これぴったり、はい、甘さは僕控えめ。ありがとうございます。これいくらですか。これはですね、税込みで181円、はい、でございます。はいはいはい、はい、まあ、美味しい、いいいい、小腹が空いた時は、はい、小腹が空いた時は、はい、ね、ちょっとした昔ポッキーゲームとかやったもんね、俺らはね、やりましたね、若い時、若い時知ってるポッキーゲーム、端から、そうそう、で、女子はチョコレートの方ね、みたいな。え、そうなんですか。そうですよ、女子はチョコレートの方っていうポッキーゲームが飲み会の時に、たくさんやってたんですね。たくさんやってたと思います、マジックしながら。いや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 、飲み会でやったもんね。急に飲み会しかしかしないでしょ、家族でやらないですよ。いやいやいや、家族だったらちょっとね、おかしい家族ですか、はい、ね、高校の時とかやってないですか、ポッキーゲームとか。やってないっす。あ、そうですか、うん、なんかね、まだ若い頃はもう、若い時っていうか、若い子やらないのかな、もう。やってなかったですよ、ね、ゲームとかやるの。やります、トランプとかで。今からやるから。トランプなんか持ってくるの北野さんぐらいしかおらんやん。今からやるから、今から。そう、トランプ出せるの、ね、ねえ、いないよ。持ち歩いてるの俺ぐらいですよ。あとはもう、定番のやつの山手線ゲームとかね。あ、そうです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 。はい、はい、ありましたね。トランプとかキャンプでやってましたよ。キャンプ、あ、サッカーね、はいはいはい、びっくりした、キャンプファイヤーで見てるから。キャンプ、キャンプ、キャンプで、それ選手としてキャンやるんですか。やります、やります。何かかけるんですか。かけることもあれば、ジュースぐらいとかね、ジュースとか、まあまあ、いろいろなこと、はい、必ずやってますよ。はい、しようって言って、はい、やってますよ。何のゲームするんですか。ババ抜き、大富豪とか。懐かしい。あとね、トランプとか、はい、UNO、 うん、UNO が多かったかな。なるほど、はい、ドロー4とかあったじゃないですか。あったなんか、ありましたね。ドロー4とか出しちゃった時には、出されちゃった時にはもう本当に終わっちゃいますよ。さあ、もう一品こちらお願いします。はい、シェリーレイブ。シェリーレイブとはフランス語で、三好さんには全くのない愛のある夢という意味で、一番ある、花や香りで愛のある日常生活を過ごすことをコンセプトに立ち上げられたブランドです。花の色や香りは人の生活を豊かにすると言われています。皆さんの生活がより豊かでゆとりのあるものとなりますように、一つ一つ丁寧に手作りしちゃっております。すべて三好さんによる手作業のために、生産数には限りがありますが、なるべく多くの皆さんにお届けできるようにしていきたいと思います。また独自のルートとして、流通の少ない宮古島さんのお花を使用した商品やギフトセットなども販売しています。南国で育った発色の良いお花を使いますので、見た目にも華やかさで癒される商品となっております。さらにこちらは特に数に限りがございますので、はい、ぜひ
お試しいただけたら嬉しいです。しばちゃんマジック頑張ってください。はい、はい、この間これ実はなんか東京ドームのハンドメイド大会みたいなのがあったんですって。なんかこう即売会みたいな展示会があって、はい、そこに出店して結構売れたっていう、すごいですね、はい、話です。これの他にまあいろんな種類があるん でそれに棒を刺してによってみたいな、まあね、サロン置いてって言ったらもう買いました、ね、他のメーカー買いました。いや、それすいません。いや、いいですね。はい、ということでぜひ皆さんチャレンジしてみてください。さあ、それではここからは千葉さんによるマジック大会です。お願いします。頑張ります。はい、頑張り千葉ちゃん、はい、じゃあどうしたらいいですか。僕が選ぶんやったら、はい、チャラララララ、なんの音楽やね、古いな。めっちゃ面白い。あのさ、表で出す、表で見えへんやろ。裏やろ。ほら、もう今日はもう表で出すって。もう緊張してる、もう緊張してる。はい、そーっと聞いてもらって、自分だけちゃんとマークを覚えてください。はい、まあ、マーク覚えたらいいですか。はい、そーっとね。そーっと、優しく。もちろん、もちろん、大丈夫です。全然大丈夫です。はい、はい、もうそりゃそうですよ。じゃあ、返しますね。返してもらって、好きなところで大丈夫です。じゃあ、混ぜますね。よく混ぜちゃってる。よく混ぜないと。よく混ぜます。はい。よく混ぜる。やばい、落としそう。はい、落としても焦らない。はい、落としても焦らない。じゃあ、はい、並べていきます。はい、お願いします。当てちゃうんだから当てちゃうんだから。違います。じゃあ私がやったことに対して全部、はい、イエスですか。はい、はい、イエスって言ってください。はい、はい、美容師さん、これですか。イエス、これですか。おー、なんか早いな。イエスこれ これですか。イエス。もう、分かっちゃいます。分かりやすかったね。分かりやすかったね。はい、美容師さん分かりやすいわ。もうなんか、はい、これが来た瞬間のイエスがすごい早かった、はい、早かったですか。お願いします。これですね。はい、そうです。イエーイ、大成功分かりました。なんかさ、これ言っていいかな、うん、若干見てない。何ですかそれ。いや、あ、そういうことね。あのね、言っていいですか。はい、全く関係ないです。え、マジで、はい、全く関係ない。多分初めてやったから、うん、こう緊張して手の熱というか、ちょっと落ちちゃったから、カードがたまたまこれが曲がってだから、えらい浮いてんなと思って。あ、違うの。よかった、全然三好さんは分からない。え、すごい、わからない。もう私これでマジックできました。あ、すごいすごい、わからないですこれ。やった。思い出した。なんとなく。まだ思い出せない。なんとなく、なんとなく、なんとなく。え、わかりやすい、わかりやすいか、簡単。簡単です。いや、もう簡単です、簡単。え、逆に見破れなかったんだって感じ。見破れない、見破れない。簡単。すごい、やっぱこの曲がりを気にしたのね。そう、折れてんなみたいな、ちょっと浮いてんなとか、うん、あ、でもね、逆に、はい、いいんですよ。少し怪しいところが残ってた方が、うん、いろんな可能性考えちゃうんで、うんうんうん、一個にね、絞れないから。そう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 、すごい、すげえ、わからないです。なんか、折り折りスムーズにできた。確かに確かに、いや、今のすごいです、わからない。これ使えるんじゃない、サロンで使ったやん。マジックサロンにしたいねん。マジックオーシャンズやから。そしてね、はい、まあ、まだあるの。いや、例えば、はい、カードじゃなくても、うん、その脱毛のね、1万円、2万円、5千円、うん、まあ、どれがいいですかって言ってもらって、ああ、当たったら入ってもらってもいいし。そうやん。まあ、犯罪やけど、いけるやん。なるほど、できるやん。ほんまに。もちろん冗談でね。ね、入会してねとかもできるしさ。すごいすごい。いや、今の分からなかったです。やったー。え、なんか、ね、うん、すごいです。それ飲み会とかで使えると思う。これ4枚だけだからね。そう、なんだ、ね、やりやすい。やりやすいですよね、うん、なんかね。あの、このカチンっていう鳴らすやつだったらどうしようかなって。音がまず鳴らないから。それはね、ちょっと難易度高い。それはさすがに。あんなピューンとかあっちにはこう、俺移動したやつすごいなと思う。いや、私も今日分かる。はい、どのくらい練習とかする。いろんな難しさはあるんですけど、
練習はね、まあ、練習しても結構奇跡的に成功するやつもあったりするんですよ。それはもう本当にマジシャン同士でしか見せ合わないやつもいっぱいあるんですけど、ただそれが受けるかっていうとまた、うん、違うやん、そっかそっか、うん、意外と今の方が受けちゃったりする。 あんだけ練習したのに全然受けへんかって、はい、今の4枚のなんかこんなん簡単なやつがってなったりとか、だからすっごいもう何年も練習して本当たまに成功するぐらい難しいなるんですよ、うん、マジシャンだとドキャーってなるんですけど、うん、素人と一般の方だとそれはそんな受けてないのにこれでむっちゃ受けたり難しいね、むっちゃ難しい、ちょっと切なくなってくる。あ、まあ、あんな練習したのにでこんな5分とか1分でやってんのに、ただまあね、驚くってことはもう一緒なんで、そうですよね、だからね、簡単だからいけないマジックってことはないからね。そっかそっか、うん、なるほど。ぜひ皆さんマジック見に行きたい方はね、どこでしたっけ、あけぼの橋、あけぼの橋ですね、なんてお店、ジャック&ベティ、はい、ジャック&ベティ、はい、行ってみてください。3人いますからね、3人いますから、はい、常に3人います、はい、で常に3人いるの。 でそんなに広くなくて、まあ、カウンターとテーブルが 1,2,3,4 つ、はい、まあ、バー的な、ただ食事もすごくちゃんとしてて、そうなんですね、はいはい、ぜひ皆さん見てください。ではここで一旦 CM です。シェリーレイブとは、花や香りを通じて愛のある日常生活を過ごすことをコンセプトに立ち上げられたブランド。香りの良いアロマオイルと一輪一輪厳選したお花で作られたシェリーレイブのアロマリウムはインテリアの一つになり、スティックを刺せば優しい香りに包まれた心地よい空間を作り出してくれます。エンディングとなりました。奈良さん、ありがとうございます。はい、はい、今日はマジック特集ということで、はい、久々さんの久々のこのびっくり驚きのマジックがね、高度のマジックも見ていただきます。だからやっぱあの箱にポッと映ったのとかはすごいわ。でそれもそうなんですけど、はい、やっぱりトランプのほら、なん僕たちができないほら、はい、こう切って切ってカシャカシャカシャみたいな、そうそう、これね、はい、あれがすごいですね、綺麗。俺らバーって飛んでいくやん、止まらない。マジで、マジで、ビシャビシャビシャってなるけど、綺麗やもん、切り方が。これはやっぱ、でも決まると気持ちいい。すごい。いや、これ決まるよ、めっちゃ。そう。ねえ、嬉しいと思いますよ。はい、ということで、ぜひ皆さん。あと、はい、このオーシャンズ、これ麻布に。あります。はい、ありますし、まずは無料体験からということで。こ千葉さんがじゃ、はい、ジーとかやんの、こう銃とか。あ、そうです。え、男性当てます。銃ではないです。分からんけど、バシバシみたいな。あれって、そうです。まあ今よく巷で男性が VRO 行って女性がちょっと緊張しましてみたいなあるんですけど、うん、男性どうですか、来て。いや、全然なんかそういう感じではない。反応はないです。あ、反応はないです。反応はないです。反応はないです。反応はないですか。なんか今ね、TikTok とかで流行りじゃないですか。男性が来たらやっぱどうしてもこう反応される方もいらっしゃいますみたいなね。私に魅力が誰もいないんですけど大丈夫かな。でもまあね、どうなんでしょうね、なんかどっちですか、こう反応してほしい。いや、それはしないでほしいですけど、うん、し逆にすごい縮こまっちゃってるっていう。ちょっと大丈夫ですか、この番組でそんなこと言うのやめてもらっていいですか。縮こまってる人いる。結構な確率であります。縮こまってるの、はい、あ、そうですか。痛さはどうなの、うん、あ、ヒゲ脱毛の次ぐらいに痛いって言われてて、で大体皆さんヒゲ脱毛が痛いって一番痛いって言います。痛いですよね、はい、特にここ痛いって言いますよね。なんか意外と多いのが、ね、顎、顎痛い、ここっち、こっちのが痛いんや、うん、やっぱ太いからってことですか。そうでしょうね。そうです、そうです、ね、太くて密集してるところが痛い、え、脱毛行ってます？全然。え、行った方がええで。なんで？いやいやいや、やっぱもう男性ね、今脱毛流行りじゃないですか、はい、女性は行って当たり前やけどね。はい、ぜひ皆さん、オーシャンズ見て行ってください、はい、千葉さんが絶対やってくれる、大体。はい。あ、本当ですか。私がやります、はい、で、これでマジックも覚えたから、はい、ね、特典が、特典がついてマジック見せれますっていうね、はい、マジックも一緒にね、出せますよ、提供させていただきます。どんな提供。じゃあ北野さん、また遊びに来てくださいよ。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。